ばんは、こんばんは。幽霊調査隊の夏色祭りと白神でーす。あ、もうやだ、ちょっと待って、びっくりした、ちょっと。うえーい、何、暗い、いや、暗くない、なんかいなかった今、なんかいたよ、気分で。なんで気分ってなんやねん。電気は、この家の電気は、はあ、はい、アンチアンチ、こんにちは、こんにちは。このゲームですね、電気つけすぎるとブレーカー落ちちゃう。ねえ、じゃあ来たとこは消そう、来たとこ、一回来たとこ消そう。はいはいはい、あ、どっち、吹雪、どこ、いた、いるよ。あー怖い、一番怖いとこ、吹雪。ねえ、 ここはやめよう。ねえ、見て、肖像画やん、怖い。何が起こったんだ。ギシって言った今。あ、ギシって言った、今ギシって言った。家の、あ、今なんかチカチカした。え、あー、足跡がする。吹雪か。うん、私今歩いてないよ。え、ねえ、いや、いや、いや、ねえ、待って、ちょっと待って、やめて、ねえ、行かないで、ねえ、お願い、お願い、ねえ、こんなとこにソファあったっけ？何の音ですか？ちょっと待ってください。ねえ、切らないで、電気をいきなり切るときは言って、はい、これでいいですかね。うわー、びっくりした、ふぶき、目の前に急に現れないでよ。いや、お前が強くいたんじゃい。怖い。幽霊とお話しするにはまず部屋を暗くします。ふぶき、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 なんか画面にめり込んでるよ。そばにいるよ、大丈夫だよ。デイビッド・ブラウン、デイビッド・ブラウン、デイビッド・ブラウン、無視される。ね、ちょっとお部屋の中移動しながらにしようか。やだ、移動するんだよ、うん、デイビッド・ブラウン、おい、おい、デイビッド・ブラウン、いやー、おい、なーなんで、足、あれ、さっき電気消してないよね。消してない。え、なに、電気消えてるなって。なんで、なんで、ダメだ、危険、危険、危険じゃないです。ください。何が嫌なの？何が気に入らない？バカ！どこに行くの？もしかすると一人じゃないと反応しないかもしれないので、まつりちゃんそこでアピールしてくださいって言ってみて。アピールしてください。ふぶき、戻ってきて！お願い！ふぶき！
いやでも、今喋った吹雪。止めてないよ、ラジオの電源入れちゃっただけ。はいって言ったよ。はいって、女の人の声で。はいって、それは聞こえなかったけど。でも待って、お金、はい、$10。そう、命をかけて稼いだ金だよ、これが。$10。おじいちゃん、これが命をかけてを稼いだお金だよ。頑張ったよ。頑張ったね。なのに$10。そう、やだもうやらない。怖い、もう。え、今のでレベル上がんないの？え、ちょっと上がってるよ。レベル1だよ。ふぶきどうやって117になったの？ずっとやり続けるんだよ。無理ー、無理、今日は終わる、怖いし。そうだね、一緒に寝ようね、ふぶき。いい時間だからね。ね、一緒に寝ようね。ねするか。うん、私、ちなみにこれな、2階建ての家とか、学校とか、精神病院とかあるんやで。やめよう。やめようね。なんだその顔、なんだその顔は。いつかやろうね。あ、じゃあやったらチューしてね。したらやる。特定できたらいいよ。わかった。それでちゃんと特定できたらね。わかった。特定できたらチューしよう。うん、うん、約束ね。うん、うん、今日は一緒に寝ようね。今日一緒に寝ようね。うん、じゃあみんなにおやすみ言って言ってください。怖かったな。怖かったね。でもよかったね、うん、目の前にバンって出てこなくて。よかった、目の前に出てきたり、吹雪が一回黙ったの、あれ祭りだったら死んでた。そう、だからよかった。うん、気をつけてね、家の中ね。え？足音聞こえないように頑張ってね。ね、今日寝落ち通話しよう。ガチじゃん。じゃあまた、はい、また今度は怖くないゲームでお会いしましょう。はーい。あと、命かけたからもっとお金をもらっていいなと思いました。今日のまつりちゃん、10ドル。